玉玉木木雄雄一一郎郎君委員長、えー、国民民主党代表の玉木雄一郎ですえまずこのパネルをご覧ください、もう何度もこの委員会でも出たやつだと思いますが、私、これを見るたびに悔しくてなりません、この25年間の、えー、実質賃金指数の各国比較でありますけれども、日本だけ横ばい、そして今日少し出てましたけれども、出生率が過去最低を記録した韓国。 人口減少が日本と同じように進んでますけれども、えー、このお四半世紀で約1.5倍、アメリカも1.5倍、イギリスも1.4倍、フランスも1.3倍、このように増えています。で、日本だけですね、こんなに真面目で勤勉な人がたくさんいるのに、この25年、賃金が上がらない、私はもうここがすべての問題だと思っています。ですから 賃上げ実現国会にしようと総理にこの冒頭申し上げましたけれども、結局、頑張って就職して真面目に働けば、給料が上がるんだと、その希望さえ取り戻すことができれば、学生の皆さんは奨学金借りることも不安じゃなくなるし、結婚もできるし、望む数の子どもを持つこともできるし、例えば厚生年金は補酬比例ですから、老後の暮らしも、給料が上がれば年金額も増えるので、 安心になっていくわけですね。たださすがに四半世紀これを続ければ、すべての世代で不安が広がることもやむを得ないし、結果、消費が落ち込み、そして経済が成長しないという悪循環に陥った25年だと思います。ですから、総理にぜひ期待したいのは、総理のおっしゃる新しい資本主義っていうのは、このトレンドを変える資本主義を実現することだと思うんですよ。 だから、今年、ようやくですね、賃上げをしようという雰囲気が出てきたので、これをぜひ、何としても政治の力でですね、政治ができることは全部やって、実現できる、そういうですね、環境を整えるべきだと思います。で、子育てのこと、後半やりますが、我が党の伊藤隆参議院議員が指摘をしましたけれども、この実質賃金指数の低下と、出生率の低下は、 相関係数0.93です。1だとぴったりなんですが、でも0.93、これ、因果関係を言ってません、相関関係なので、同じようなトレンドを取っていることは事実なんです、これ。だからやっぱり、異次元の少子化対策をするにしても、この賃金を上げるってことをベースにしないと、あらゆる政策は小手先になってしまうと思うので、なんとしても賃金を上げる、基本的には労使の関係です。 一企業や一産業のごとに政治が顔首を突っ込むべきじゃないんだけれども、ただ今は局面が違うんです。賃上げはもう一企業の労使の問題や一産業の労使の問題を超えて、日本経済最大の課題になっているんだという認識が必要だと思います。そこで総理に提案です。政府と労働界の代表と経済界の代表、この三者が目に見える形で集まって、 賃上げが必要なんだと。これは労働組合がないような中小企業や、非正規の皆さんも含めて賃上げが必要なんだということを、ぜひ一致したメッセージを出すために、いわゆる政労使の会議、政労使会議を速やかに開催して、このメッセージを社会全体に、経済全体に今すぐ出すべきだと思いますが、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。 まずあの賃上げは、まあ、新しい資本主義の最重要課題ですまずこの春の賃金交渉に向け、物価上昇を超える賃上げに取り組んでいただくべく、まあ、政策を総動員して、まあ、環境整備に取り組んでまいります。えー、当然、民間のにお任せするというのではなくして、政府としても賃上げ税制の拡充や、 補助金等における賃上げ企業の優遇などの取り組みに加え、公的セクターや政府調達に参加する企業で働く方の賃金引き上げなどに取り組みます、さらに構造的な賃上げを実現することによる、まあ、家計の所得の増大を通じ、消費の拡大、そして持続的な成長につなげていく、こうした経済をつくっていかなければならないと思います。そして ご指摘の賃上げを進めるにあたって、政府として経済界、労働界とコミュニケーションを取りながら進めていくこと、これは大切であると考えています。この点、自民、公明、国民3党の実務者協議の中でも、早期に政労使での意見交換の場を持つことを政府に求めることが確認されたと承知をしています。こうした点も踏まえて、えー、政労会見も含めて、 えー、しっかりと労使の方とおコミュニケーションを取りながら、政府としても、えー、国民に対してメッセージを発信していきたいと考えています玉木雄一郎君確認ですけれども、政労使会議、そして、えー、総理と連合の吉野会長のこの政労会見、いずれも近々やるという理解でよろしいですか内閣総理大臣、岸田文雄君。 もちろんこれから調整をさせていただきますが、前向きに取り考えていきたいと思っています玉木雄一郎君。これ、ぜひやってください。あの私、先ほど申し上げたように、あの基本的に大手のもうあのいくつか結果が出てくるところもあるんですが、集中回答日は3月14、15、16なんですよ。だからそこに向けて、ですね今からいう政策を国がやることによって、賃上げを後押しするので、より賃上げの回答しやすくする、そういったことも、 3月の上旬には必要だと私は思います。で、その大手が終わったら、ですねその後もうパタッとです、ね、この賃上げの報道が減るんですよ。で、その後のこのモメンタムを維持するために、先ほど申し上げた政労会見、こういうことをやりながらですね、やっぱり総理も含めてメッセージを出していただくと、やっぱり中小、労働組合いないところも含めて、ですねやっぱり必要なんだと、頑張ってやろうということになるので、ぜひこれはですね、早期に、あの 開催していいいたただきたいと思いますでその上で、政治として何ができるかということなんですがあの、やっぱ電気代ですね、これはちょっと一つ具体例あの、実際に来たので報告しますと、ある女性の方から連絡いただきました。お父様が認知症発症していて、でお母さんが非常に弱っている3人暮らしの女性です。で正社員なんだけれども、昨年の所得は188万円。 毎月の手取りは14万円で。そんな中でいつもは2万円前後で推移していた電気代が、今年の1月の請求額は7万円。手取りの半分が電気代で消えるっていうのは、相当厳しいです、これは。で、政治は今、子どものことは一生懸命やってくれてるけど、子どもだけでなく、女性一人で年老いた親を見ている家庭も、世帯も助けてほしい。切実な声です。また、中小企業の方ともよく話をしますが、 いや、玉木さんね、従業員頑張ってくれてるから賃上げしたいんだけど、できないんだと。なんでかというと、電気代がすごく上がってるで、8割、節電しろ、節電しろって言って、従業員徹底して、8割節電したんだけど、請求は1.4倍できたそうです。そういう中で、上げたくても上げられない、中小企業もたくさんいます。そして先ほど紹介したような、生活に困窮した方もいらっしゃいます。そして本年4月以降は、 電力会社によっては3割から4割上がるところもあるので、こういう苦しい生活を強いられている方を助け、そして企業の賃上げ原資を確保するためにも、予備費を活用して、さらなる追加の電気代値下げをやるべきだと思いますが、それいかかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君。 あの電力料金等に対する支援については、ご案内のとおり、えー、先月1月の使用分からあの、2割程度の実際に値引きをする措置を講じているところですが、その今後につきましても、引き続き経済状況を注視して、 必要な対政策対応、これ、躊躇なく取り組んでいく、この姿勢を政府としても維持をいたします。この点については、あの3党でも協議されると承知しておりますが、ぜひ政府としても、今後の状況を注視しながら、さらなる対応の必要性について、この考えをつ考えていきたいと思っています玉木雄一郎君ですね、今、賃上げ交渉の真っ最中なんですよ。 で将来どうなるか、今後の、まあ、経済状況を踏まえてなんですけど、もう3割、4割上がることは、4月以降、決まってるんですね、地域によっては。関西電力と九州電力さんはしないということなんですが、ほとんどの地域、特に積雪寒冷地帯で、寒い地域で上がるんですよ。で、そのことが将来控えていたら、やっぱり我々もねもね、こう頑張ってる人の給料を上げようかなと思ったら、将来までは、 上がるし、社会保険料がそれに上乗せされるので、厳しいんですよ。だから、本当に今、賃上げをこの時期に応援するためにはですね、今の時期にやっぱり下げるよと。つまり、我々も要求して2割下がりましたけど、3割、4割上がるから、吹き飛んじゃうんですよ。2割の支援策が。だから、さらに追加でですね、もう1割とか、そういった支援を、年長費の深掘りとか、我々が提案しているような再エネ賦課金を、 1>, まあ1割ぐらい、これね、電気代にかかってますから、取るのをやめるとか、もう一段踏み込んだですね追加の支援策と、そして総理、もう一つは、ですね特別高圧で大型ショッピングモールとか、あるいはあの半導体のクリーンルームを持ってるような半導体の製造拠点なんかは、この特別高圧の契約なんですけど、ここはなんか点火がしやすい大手だからといって、全く支援の対象になってないんです。 でもそこが賃金上げてくれないと、全体引っ張れないので、まさに特別高圧こそ下げてあげて、その分ちゃんと従業員に回せってことを今、政府がメッセージ出したら、かなり賃上げ1、2%変わってきますよ、やりませんか、それ,これ、内閣総理大臣、岸田文雄君。 まずの電力料金については、今、予定されているメニューをまあ先月からスタートさせているところですが、先ほどの来の議論にありましたように、各電力会社のこの電力料金の引き上げ申請に対して、まず厳しく対応していくことがまず第一だと思っています。そそのの上でまあ経済状況をししっかかり見てていいなななければならないそしてご指摘の この、えー、と特別高圧契約についてですが、まあ、の今回のエネルギー高騰対策は、この価格転嫁をすることができない最終消費者である家計などの低圧需要化を中心に、転嫁が困難な中小企業等が多く含まれる高圧需要化までを対象として広げ、そして実施をしています。 まあご指摘の,あの特別高圧契約の需要化については、電力、ガス、食料品等価格高騰、重点支援、地方交付金え等において、支援が行われている例もあるとは承知しておりますが、こうした状況を見ながら、政策の効果、経済状況をしっかり見ながら、今後の対応について見極めていきたい、このように考えます。 見極めるんじゃなくて、今やらないと、賃上げを応援するためには、今メッセージを出すことが大事なんです、総理、で、今日ですね、基幹ローレンさんというです、ね、鉄鋼とかそういう大きなその、まあ、電気を結構使うようなです、ね、基幹産業の労働組合の皆さんが話聞いたらです、ね、価格転嫁できているのは半分です。で、経産省の説明では価格転嫁できているから特別高圧のようなところはですね、 あの、支援策しなくていいと思うんですが、やっぱり厳しくてなかなか価格転開できてません。だからその政府の説明は現実に合ってないです。だよく話を聞いていただいて、やっぱりそこは支援して、で、やっぱり賃上げにその間ですね、やっぱ電気代に払う分が収まれば、その分を従業員に回せるので、まあ冒頭ね、これ見せたこの、この賃上げの横ばいのこれをね、ここはトレンド変える年なんですよ、今年は。 そのために政治がやれること、政策がやれることはね、全部やってほしいと思います。で、もう一つ、これ、あの、公明党の赤羽先生も聞いてましたが、プロパンガスもね、総理、あの、臨時交付金もいいんですけど、やっぱ国がやるべきですよ。国が。で、電気代の値下げで2.5兆円で、都市ガスで6200億。で、その臨交金で6000配ってますけど、農業対策も、呂への対策も、 もうありとあらゆる対策をやって、余ったお金でやるのに、足りないところだらけなんですよで、うちの家もプロパンガスなんですよ、田舎なんで。で、全世帯の、ね、半分弱がもうプロパンガスなんで、ここも支援をです、ね、総理、やっぱりやるべきだと思います、国が、地方に任せるんじゃなくて、これもぜひ国がです、ね、指導して、予備費何兆円も積んだわけですから、ぜひやるべきだと思いますが、いかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君。 まあ、LP ガスにつきましては、ご案内のとおり、と小売価格に占める流通コストの割合が大きく、原材料の割合は小さいほか、まあ、原料であるプロパンの価格と連動している原油価格は、昨年夏以降、えー、下落基調にあるために、あのー、まあ今後の大きな価格上昇の可能性は、電力や都市ガスに比べて低いと承知をしています。 LP ガスについては、小規模零細事業者が多いことから事務負担を考慮して、事業効率化に向けた支援を行って、価格抑制につなげていく、こうした取り組みを進めているところです。しかし、今、委員ご指摘のように、LP ガスについても現状は厳しいということ、こういった声は引き続き政府として受け止めながら、 政府として、うん、先ほどの特別高圧の話もありましたし、まだまだ政府として今の対策の中で、えー、手が届いていない部分についてのご指摘はっしっかり受け止めながら、上乗せで何ができるのか、これは経済状況を見ながら考えていく課題であると考えます玉木雄一郎君。あとスピードなんですね、もう何度も言いますけど、この賃上げ交渉にそういったです、ね、総理の政府のメッセージが反映されたらね、 やっぱりそれを踏まえた私は、あだったらこっちが軽くなるんだったら、その分従業員に出してあげようということになるので、このタイミングも考えて、総理、決断をぜひいただきたい。また現場からもですね、特に地方の声をしっかり聞いていただきたいと思います。え次に防衛増税のことですが、総理は2024年以降、適切な時期に防衛費増額のための増税を行うという方針なんですけれども、われわれ国民民主党はです、ね、その安定財源の必要性は否定しませんが、 持続的な賃上げが実現するまではやっぱり増税やるべきじゃないと思います。何よりもこの賃上げ実現にすべてを傾けるべきだというふうに思うんですね。で、賃上げを伴う物価上昇が実現すればですね、あの、確実に税収増えます。税収ってのは名目で聞いてきますから。だから賃金が上がれば、この累進の所得税のブラケットも高い方に移動する人が出てくるし、何より消費税だって物価上がれば増えるんですよ。だから、 賃金上昇を伴う、しっかりとしたですね経済成長を実現すればですね、まず税収が増えるのと、あとこれは指摘しておきたいのは、の例の防衛の財源確保の基金、資金なんですけど、ほとんどが外為特会なんです。これは私、外為特会使えって言ったから、賛成なんですが、甘いんですよ。で、過去20年間の剰余金の平均は2.9兆円です。で、今回ですね、今年度、新興年度の 剰余金だと言って計上しているのが1.2兆円なので、平均から比べても1.7兆円少ない。で、3割残して、これからのリスクに備えたとしても、1兆円ぐらいですね、毎年追加で出ますから、外為特会を、与党の人もよくね、チェックしてみてください。毎年1兆円ぐらいはありますから。まあ、別に一般会計に使いたいっていうニーズはあるもののですね、1兆円ぐらいはプラスで出ますので、増税いらないです。 うん、た,だただね、それはあの、シビリアンコントロールとかいろんな意味で、私は考えるのは必要だと思うんですが、賃上げが実現するまではですね、安易な増税はすべきではないということを、これは強く申し上げたいと思いますが、総理、これどうですかあの、やっぱりね、賃金の上昇なんかをきちんと勘案して、その財政運営とかをしないと間違ってしまうので、やっぱり持続的な賃上げが実現するまでは、増税しないと。 というメッセージをですねぜひ出していただきたいと思いますが、いか,がですか内閣総理大臣、千田文雄君あの防衛力の強化の財源確保については、まあ、先ほども、えー、議論をさせていただきましたが、まあ、行財政改革の努力、これ、最大限を行った上で、まで、あ、それでも足りない4分の1について、まあ、税制措置での対応をお願いさせていただきたい、えー、このように考えております。 まあその際に、法人税、あるいはまあ所得税等への配慮は先ほど申し上げたとおりでありますが、その上で申し上げるとするならば、この税制措置の実施時期については、この行財政改革を含めたまあ財源調達の見通し、景気や賃金の動向およびこれらに対する政府の対応を踏まえ、 閣議決定した枠組みの下で、税制措置の実施時期等を柔軟に判断していく、えー、これはあの昨年、確認したとおりであります玉木雄一郎君。もう一回確認します、賃金の動向も踏まえて、柔軟にタイミングについては考えていくという理解でよろしいですか内閣総理大臣、岸田文雄君。あの 財源調達の見通し、景気、賃金の動向、さらにはそれに対する政府の対応、これらを総合的に勘案した上で、閣議決定した枠組みの下で、税制措置の実施時期等を重断に判断していきたいと考えております玉木雄一郎君。 持続的な賃上げが実現するということをしっかり見定めた上で、柔軟にです、ね、考えていただきたいということを改めて強く求めたいと思います。最後に子育て支援について伺いますけれども、あの我々国民民主党は、去年の6月から3回にわたってです、ね、この子育て教育支援の所得制限撤廃法案を提出しております。で、そのうちですね、あの最近あの、年収1000万ぐらいの人でもです、ね、なんかあの高級マンションに住んで、 えー、高級車に乗り回してる人に支援が必要じゃないみたいなことが発言をされてる方がいましたけれども、ただ、年収1000万クラスで、都内で2人ぐらい子どもがいたら、高級マンションに住んで、高級車は乗り回せないと思います。なので、私はね、ここはちょっと発想をちゃんと変えていかなきゃいけないのと、あと多分最近ちょっと自民党の,、ね、あの幹部の方も、所得制限に対してちょっとなんかトーンがダウンしてる感じがするのは、 世論調査すると、反対が多かったあの、撤廃に反対が多かったからだと思うんですが、あ小倉大臣もよく見てもらいたいんですけど、やっぱり30代、40代、あ20代、30代の当事者世帯は、やっぱり所得制限撤廃、賛成が多いですよで。年齢が上がってくると反対が増えるので、全体として反対が多いんですけど、ここはね、やっぱり当事者の声をしっかり聞いて、制度設計してもらいたい。その中で 障害のある子供の養育負担を軽減するためにですね、障害児福祉の所得制限はもう特に速やかにやってほしいんです。で特に子供の体の一部ともなっている補装具費用の支援の予算は年間約150億円です。で、うち所得制限で1割弱の人が対象から外れて、1割負担がですね、全額負担になってるんですよ。逆に言えば、15億円あれば、 補装具の費用の所得制限を撤廃できるんですが、社会で子どもを支える、特に障害のある子どもは社会で支えるんだというメッセージを出すためにもです、ね、これ予備費を使ってでも、明日からでも所得制限撤廃すべきだと思いますが、総理、いか,がですか内閣総理大臣、岸田文雄君。えー この障,害児障害児福祉の所得制限についてのご質問ですが、この障害児支援に関する福祉サービスの利用に際して、利用者に一定程度その費用をご負担いただいており、例えば、補送具費支給制度においては、高所得者には全額ご負担いただくこととしておりますが、 それ以外の場合は、所得に応じた自己負担額を設定し、過剰な負担とならないように、この制度を設計しております。まあ、いずれにせよ、そういった点も含めて、今、小倉大臣の下で内容の具体化が、ども・子育て政策の内容、具体化、進めています。 ぜひこれらも含めてパッケージで考え方を整理したいと思っています玉木一郎君すぐやってください終わりますこれにて玉木君の質疑は終了いたしました次に